10円ガム8個。80円誰かくれねえかな。でもなんかトゥーフェイスと当たったことないな多分。街でトゥーフェイスはゴールド帯に当たった、ブロンズ帯に当たってるよ。なんか今日ツイッターでなんか見たけど、なんかブロンズを入れてなんか下げてみたいな。あれなんなの。え、これで、あのっていう話でしょ、あれ。どうなんですか、まあ、どうなんだろうね。なんか、どうでもいいみたいなところはある。執行対象。いやでもさ、だってそんなこと言ったらサブアカとかさ、もうどうしようもないし、どっちでもいいんじゃないって気はしますね。1200より下げられる仕様にしてる運営が悪いし。まあ確かにそうだな。確かに確かに運営が全部言うと悪い。でも犯罪係数はどうしようもないからね。負けの RP は1200だけど、抜けたら1200以下になるからな。そうなんだ。うん、その仕様を使えば一生ブロンズと当たれる。え、この武器弱。わっ、やべえ。待て、へえ。その武器のぞき武器じゃないんだよね。どうなの。うん、しゃがみ、しゃがみタップ、しゃがみタップ要求しすぎでしょ。しゃがみタップ戦艦、戦艦しゃがみタップでしょ。普通に打ち合った瞬間にしゃがんで一瞬で勝負つけないと勝てない。その武器精度がめちゃくちゃいいから。絶対拾うからもう一回頑張ってみるか。今バトルライフルは辛いよ、なんだかんだ。精度下げやな。タップ遅いんだよ。あ、でもその時タップ遅くても使えるよ。なるほど。うん、2人いる。いいグレ。やばい。もうこれ終わったら3人で護衛するか。護衛？うん。リチクル開くでしょう。マレー姫、マヤ姫よ。あ、やべ、死んだ。めっちゃいい武器持ってんじゃん。いいな。なんか前髪とまつげがめっちゃ目に入るんですけど。あー、それはもう切り落としたので。まつげ？まつげも。ヤクザの草。やばい。ヤクザの草。その護衛も5回しかやれないんだもんな。5回しかやれなくないけど。今週はマッチやる。マッチと別ゲーやるってことだよ。あー、そういうこと？別ゲーもしくはサブアカだね。新兵さんやってるじゃん。
まあでも、なんか第1回目の新兵祭すげえね、しょぼいものしかもらえないんだよね。え、しょぼいかあれ。M 行くの登壇でしょ、確か。そうそうそう。しょぼいか。まあ、え、すごっと思ったけど、欲しいとは思わなかった。でしょ、うん、そういうことなんだよ。次なんだろうなっていう。え、普通にさ、今だったら、いやてかね、新兵祭で当たりなのは基本的に、まあ、FR は普通に当たりじゃん。そうだね。ウィステリアとかの時ね。そうそうそう、ウィステリアも。あ、ウィステリア、でもウィステリアはちょっと微妙かな、今。かっこいいよ。いや、かっこいいけど、レジェンドが欲しいじゃん、やっぱ。レジェンド性能が。性能的にはね。レチキャラってすぐ溜まるやん。確かに。あ、どうでもいいんだよ、そこは。ゴー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 、素人に助け聞いてくれた。少佐までやって素人ってちょっと言い逃れできない。うわ強っ。ちょ、俺やだ、もうさっき来てくない、死ぬから。マイクロフォンアクティブ。おやしつけー、マジで。何回同じこと聞くんだよ。当たったじゃん。ナイス。でももう時間がない。うまい。うまいけどもう時間。飛行機じゃねえ。右にもいるくね、これ。もう時間がない、時間ない。詰めるしかない。やだ。15秒だよ、あと。あ、リロードできない。これか。あと15秒だって。あっか。ゼロ、ゼロ。マジで燃やしつけ。超イライラする。何も生み出しちゃいけないよ、今。ナイス。ラブレルスネー、インファルマツヤ、アプラルマ。エルクロってなんだよ、お前。あ、ステラか、ハリマウか。俺さ、めっちゃ前かもしれない。俺もう無理だ、このゲーム。サバン誰も見てない。まずいまずいまずい。そんなことなかった。やっぱ、カズユキいないとやる気が起きない。わかるわ。カツユキを殺したいっていう殺意がわかない。カツユキから逃げるな。いや、お前何やねん。え、マジで新幹線の近く住んでる。新幹線、そんなにしたかった。何が起きてんの。新幹線近くに住んでる。実際は何が起きてんの。1-5。何が男が黙ってぼーっとしてる。